さあ両チームのイレブンがピッチに入場してきます。柏が福岡を迎えての第4節です。寄っていって山岸の前に送ってきました。あさあ逆に細谷が受ける。中にはドーグラス、ドーグラスがそれを追い越していく。細谷カットイン、戻して小山津、小山津、ここが柏が拾います。サビオが足を素早く振っていきました。さあ中村啓太から浮き球でスペース、サビオが走っていく。マテウス・サビオ横パス、細谷、サビオに戻して、サビオ、柏先制、前半29分、最後はワンツーから蹴り込んだマテウス・サビオ、今シーズン2ゴール目です。素晴らしい崩し、先手を取りましたホームチーム。いやうまく相手のサイドバックの裏のスペースをついてセンターバックを引っ張り出して、まあ、シンプルな攻撃ですけれども、まあ、うまく右サイド崩したっていうのと、まあ、このワンツー、それとこのシュートはニア上ですね。まあ、コース角度からのシュートっていうのはニア上か逆サイドに低いボールっていうのが、湯沢アドバンテージ見ている。湯沢から浮き球ボックス内、山岸落としてこぼれている。ルキアン、ルキアン体を入れながら戻した、後ろからシュートだ、枠の上、惜しいミドルシュートでした。まあ、押し込んだ中での右足でカーブをかけて逆サイドを狙ったんですけども、ちょっと浮いてしまった。ここが縦パス、カットした前、ルキアン、山岸、そしてスペースでクルークス、中にはルキアンだ、ルキアン、こぼれて、ルキアン触った、前へ、前だ、ルキアン、ゴール前、抑えた、抑えた、最後はキム・スンギュ。改めてのこのチャンスシーン、いや蹴る瞬間にボールちょっと浮いたんですね、前ね。まあ、ここはね決めなきゃいけないところでしたね。いやこれはよく戻ってる。ここの2対2ですね、はい、中央で上後へ流れてくる。後ろから来たシュートだ、湯沢、ナイスキーパー、湯沢のシュート、キム・スンギュが救っています。これクロスに対してハーフレーンのところから湯沢が、まあ、センターのレーンに入ってきたんですよね。ですから、まあ、柏としては対応は難しい。前ワンタッチでスペースを使っていくクルークス、ここが対応しました。ここでタイムアップです。1対0勝ったのは柏レイソル。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push notification.